モデルプレスイコール2024年10月8日、日本からデビューしたばかりのボーイズグループワンオ o 8読みワンオ o 8初のドキュメンタリーシリーズ、8ETONYOURSELF のエピソード1が10月8日、グループの公式 YouTube チャンネルにて公開された。動画、ワンオ o 8これまで明かされていなかった、デビュー前修行。ワンオ o 8デビュー前のパフォーマンス修行公開。 エイト e t ティーオンユアセルフステージゼロはパフォーマンス修行を収めたドキュメンタリー。STAGEZERO シャープワンはグループ名ワアエイトにかけて10月8日に公開された。8月にデビューを果たした彼らだが、デビュー前には日本、韓国、タイ、インドネシア、ベトナムの5カ国にわたり、学校、ストリート、イベント会場などで全13公演。 合計約2万人の前でパフォーマンスをしてきた修行の日々があったことが明らかに。ドキュメンタリーでは、グループのタグラインである、ベッドオンユアセルフ、自分自身にかけろ、を掲げて、異なる国、文化、ステージでパフォーマンスをする挑戦の姿と、その挑戦を全身で楽しむ彼らが映し出されている。なお、8ET オンユアセルフステージ0は全5エピソードで構成されており、 毎週火曜日に順次公開。これまで詳細に明かされていなかったメンバーのバックグラウンドやキャラクター、グループのムードも深掘られた内容になっている。